どうも、こんばんは、エヌです。今回は、東京グール RE Call to Exist、シェアーズ銀士班長バージョンを使って、今回こちらのキャラクターの魅力解説の方をやっていきたいと思います。では、行きましょう。さあ、白銀使っていくぞ。白銀のね、カグネはね、うかくなんですけど、まあ、奇妙というか、奇抜というか、一風変わった形をしてるんでね、かなり面白いですね。まず、通常攻撃が、クイーン系、つなぎ、プレーンですね、の、4段階切りで、カグネの攻撃、1個目がですね、こんな感じで、うかくを7、8個ぐらいをですね、こう放射線状に広がるように打ちます。この時ね、くね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 動きながら行ってるんですけど、果たしてホーミング性能が若干あるのかと言われると、あんまよくわかんないですね。ホーミングしてるような気もするし、ただただなんかジャイロボール的な動きをしてるようにも、見えなくはない。もしかしたらホミング性能はないのかもしれない。で、2個目がですね、飛び上がって、まあ、ほぼほぼ真下にまたまた放射線状に広がる威嚇の攻撃ですね。おっと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 、バラ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 っと、まあ、こんな感じで、はい、またこれも敵に囲まれた時とかに有効活用できるかなと思います。まあ敵近距離で囲まれた時はね、この1個目のこれがね、あんまり使えないかなと思うんですね。ちょっと距離取らないと、広い敵には当たんないかなと思います。で、必殺技をちょっと見せたいんですけど、中ボスが出てきてからにしようかな。それとももうやっちまうか。まあ今いっぱい敵いるしやってしまいましょうか。弾幕足りたか。撃って投げて核爆発みたいな、このでっかいね爆発が起きるんですけど、めちゃくちゃかっこよくないこれ。はいはい。まああとは覚醒ですね。覚醒を見せるためにゲージを貯めないといけないんだが、間に合うかなこれ。追撃を入れたいんだが、あ、いるねいるね、追撃入れさせてくれ。よいしょ。まあ、例のごとく、クインクスも操作官ですので、追撃を入れた際はですね、自動回復力が上がるというのではなくて、この技ゲージが若干溜まるぞということですね。ちょっとこの中ボス早めに型をつけたいね。バラバラバラっと、ナキさんには早めに、ダウンしてもらって、ゴリゴリ削っていきたいが、オッケーオッケーオッケー。ゼロ距離ゼロ距離、お、これまさにゼロ距離ボンバーだね。はい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 、ゼロ距離ボンバーで、追撃、ああ追撃入れなかったやん、消えたやん。泣きすぐ消えたんだが、あれ、だいたい中ボスはねほぼほぼ 100% の確率。おはめちゃめちゃ今ちょっと打ち上げた瞬間でもう総攻撃みたいな、今すごい勢いで削れたな。はいはい、お追撃できるね。まあだいたいあれかな、ユニークアクションというかこのゲージを削る攻撃で倒すと追撃を入れるようになるって、なんかそういう感じだったような気がするんだけど、これ間に合うかな。はいはい、あ、射撃見せてなかったね、そういえば。で、射撃はこんな感じで、まあ迂闊を一発一発撃つんですけど、まあ雑魚的なら一発で吹き飛びますね。まあこれが難易度普通でやってるからなのかもしれないけど、はい、まあ基本的に迂闊はほら距離を取って、戦うことが多いと思うんで、まあ、白銀のこの1個目の放射線状に広がる威嚇もですね、少し距離を取ってあげれば、かなり多くの敵に当たると思います。当たった時にね、誘爆してるかどうかはちょっとよくわかんないな。さあ、次は何が来る？まあ、中ボス。おぉ、シャチか。ここでシャチ出るんだ。はい。はい。オッケー。もう、ゼロ距離だよ。ゼロ距離ボンバー連発。はい、はい。つなぎ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 からのゼロ距離ボンバー、ゼロ距離ボンバー、このね青い炎もねまた格言だ。はいはいはい、やばい、シャチねちょっとね動き早いんだよねこいつ。プレイヤブルキャラクターで出てくれないかな。もともとプレイヤブルキャラクターで出る予定だったんだよね、シャチは。ヤモリもヤモリもかなだったんだけど、なんか変更されてボスキャラクターになったんだよね。んで、覚醒していこうか、じゃあ、そろそろ。てめえはいくらだ。まあ、覚醒は、基本的にあれですね。ステータスアップですね。知らずは。はいはいはい。はい。はい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 。見て、この綺麗な青い炎。もうこれがたまらんわ。これだけでも、あれですね。爽快感マックスっすね。
今回見てもらったら分かる通りに、クインクさんで来てるんですよね。よくないですか、この4人が並ぶ姿。はいはい、ある意味2期の、知らず以外はある意味2期の姿ですね。まあ叶わなかったんですけど、ちょっと悲しい話になってしまう。でもね、あのシーンすげえ好きなんだよな。このウリがさ、知らずに向かってさ、お前の功績だ知らず、報酬はなんだっけ、2000万だっけ、いや3000万はくだらない、お前の功績だ知らず、だからのシーン。あそこマジでちょっとうるっときちゃったわ。はい、ということでこの話もしかしたら動画内です。もう本当何回目ぐらいなんだろう、10回ぐらい話したかもしれないわ。うん、というわけでお疲れ様でした。今回は白津銀次半鳥バージョンを使って、魅力解説をしました。本当に使ってて楽しい、キャラクターですね。青い炎、うん、青い炎が本当にかっこいいです。というわけでお疲れ様でした。